国団第21交代は被災地における独立を終了し早稲田基地へ帰還します。まもなく来る5年の節目の日を地域の人たちと一緒に迎えてほしいと思います。くしくも5年前のこの日我々は那須丸の基地において被災しました。三沢基地という場所をこの場所をお借りしまして未曜訓練を実施し学生を送り出してきたというところは非常に、喜ばしいことでありこの場をお借りして感謝の意を表したいと思います。